はい、こんばんは。スタジオルアサイドようこそ。ギタリストでありシンガーソングライターの竹下敦です。6月21日金曜日、オタナクラブのお時間でございます。はい、今日の歌はですね、〇〇が好きで何が悪いシリーズなんですが、今日はですね、帽子が好きで何が悪いです。実際にね、レッスン来られた方は、こういう形でですね、こう帽子をかぶってで、マスクをしてね、こういう状態でね、皆さんとレッスンするわけですね。で、まあ、ニュアンスなんかを伝えたいときは、こう、マスクをちょっと外してね、こういう感じなんですよね。はい。で、なぜ私が、室内で帽子をかぶらないかというとですね、紳士たるもの、室内では脱帽であるという、ということで室内では脱帽なんですね。で、じゃあレッスンの時どうかっていうと、帽子を着用させていただいてます。はい、YouTube なんかでね、ジャズ系の方とか、帽子をかぶられたままね、レッスンの、動画なんか流されてる方、これね、全く個人の、自由なんですよ。私は、室内では脱帽するべしというふうに教わったので、そのようにしてます。で、帽子は好きで、ね、たくさん持ってるんですね。安いものから高いものまでありますけど、一番高いものだと数十万。はい、これは自分で買ったものではありません。私結構いろいろ高いもの持ってるんですけど、みんないただきものなんですよね。これね、人からものをもらえるっていうことはね、それはステータスなんですよ。なんて言ったらいいのかな、先日もね、不動産会社の、お知り合いね、コーヒーをごちそうになったんですが、先輩に、ごちそうさまでした。アイスコーヒーごちそうだったんですが、その人にね、アイスコーヒーを飲ませてあげたいなって思わせる、そう思っていただけるということはね、本当にありがたいことなんですね。なんていうのかな、ごちそうしてあげようっていう気持ちになるね、ような、まあ演奏だったりね、いでたちだったり、まあそういうものってあると思うんですね。でね、私がすごく嬉しいのは、私が担当してる生徒さんね、皆さんね、会を追うごとにね、着てる衣服などがね、おしゃれに素敵になってくんですよね。これがね、とても嬉しい。高いか安いかとかそういう問題じゃないんです。生徒さんでね、ユニクロのちょっとしたね、素敵なカーディガンを羽織ってらっしゃったんですけど、いや、素敵ですねって言ったら、いや、恥ずかしながらユニクロですよって言ったんですけど、全然恥ずかしいことなんかないですよ。ユニクロはもう世界的なブランドですからね。私もユニクロのパーカー持ってます。はい。レッスンの時には、まあ、こういったね、パンツもしくは、シャツで、レッスンさせていただいてますが、まあ、あとジャケットを着たりね、なるべくフォーマルな格好をするようにしてます。その方ができそうだから人間9割外見ですよ。やはりそのだらしない格好をしているとね、やはり生徒さんもね、自分もだらしなくていいんだなと思いますし、私がきちっとした格好をしていればね、この先生の時にはおしゃれしていこうって気分になるじゃないですか。その気分の問題ですよね。せっかくレッスンに行くんだったら、じゃあおしゃれだか、おしゃれしていこうっていうね、ちょっとおしゃれしていこうっていう、気持ちが大切なのであって、そういうことっていうのは、一日にしてならずなんですよ。少しずつ、自分の体をね、磨いてビルドアップして、そして、
まあできるだけできるだけスリムに、あの無駄な贅肉を削ぎ落としてね、あのなるべくそして歩くこと、これ非常に重要なことですね。昔の人はですね、歩いて旅をしたんですからね。私もなるべく歩くようにしております。やはりそのギターを持った姿、まあ、例えばですけどね、やはりこうきちっと構える、頭、ピックアップ、膝、こうできそうでしょうこんな風に構えてるとだらしなく見えますし、まあスタジオミュージシャン系はこうですね、ピシッピシッってね、あのストラトキャスターをこうホイッと押して、そして手を離してもバランスするところ、はい、このポイントを見つけることね、非常に重要です。これレスポールでも同じですからね。そしてこのヘッドを上げたりねする、こういう格好で、ね、こうはないです。はい、エディは割とね水平にこういう感じで弾きますけど、エディはあれはすごくバランス感覚がいいんですね。ちなみにエディはオランダ系アメリカ人で、英語はほとんど、ネイティブではないです。はい。なので、エディ自体ね、すごい英語にコンプレックスを持ってるんですね。オランダ訛りってのは割と聞き取りにくいんです。私もあの、オランダ人のオスカー・ヤンセンっていうね、友人がいるんですけど、彼が何言ってるのかさっぱりわからないですね。オスカーがすごい不思議なのは、目の前に僕がいるのに、僕のこの辺を見て話をするんですね。なんでか伝わります？あ、大変申し上げにくいんですが、私純粋な日本人じゃないんですよ。ユダヤ系日本人なんです。以前はね、父が九州なんでね、韓国系だと思ってたんですね。もしかモンゴル系かと思ってたんですが、今 DNA 鑑定っていうのができるんですね。で、入院した時に DNA 鑑定していただいたところ、ユダヤ系ですと言われて、あ、そういえばアインシュタインとか好きだなと思って、で、実はね、純粋な日本人ってほとんどいないんです。いわゆるアイヌとかね、ああいう方は、いわゆる純粋な日本人ですね。あなたは自分で純粋な日本人だと思ってるかもしれないですけど、例えば、新潟なんかの方だとかなりロシアの血が混じってます。で、九州だとやはり韓国系の血が混じってますし、純粋な日本人っていうのはね、まずいないです。はい。あ、そこのあなたね、竹下さんは純粋な日本人じゃなくてユダヤ人なんだって、ちょっと差別意識を持ったかもしれないですが、あなたも DNA 鑑定すると祖先をたどるとユダヤ人だったりするわけですよ。はい。なので人種差別はやめましょう。はい。友人にね、黒人のアーティストもいますが、黒人イコールリズム感がいいというのも全く嘘です。はい。その黒人の友人にね、ギターレッスンしたことがあるんですけど、びっくりするぐらいリズム感が悪かったです。やっぱね、日本人って結構ね、リズム感いいんですよ。例えばね、やっぱなんつうと吉田兄弟ですね。三味線最強ですよ。弦楽器の中で。まあ、バイオリンもすごいですけどね。まあ、フレットレスというのはすごいもんであって、吉田兄弟は、すごい、吉田兄弟のプレレベン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 。ちなみにね、モンキーマジックの中のチェンジという楽曲のね、吉田兄弟のプレイ、レコーディングバージョンもすごいですけどね、武道館のライブバージョンもすごいですよ。圧巻ですね。あれ泣けます。三味線はすごいなって本当に心から思いますね。ベベベン。ベン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 。っていうね。あと、その後、つっつっ、じゃじゃ、じゃじゃ、じゃじゃつ、じゃん、じゃらら、じゃじゃんって始まるんですけど、ギターなんて簡単だなって思います。三味線に比べたらね。だってフレットがついてるの。それは簡単ですよ、ちなみにフレットというものを考案したのは多分レオ・フェンダーですね。ベースで最初始めたと思います。ベースが当時ね、いわゆるそのコントラバスだったんですね。弾くのは難しかった。
で、両フェンダーがね、簡単にしましょうということで、ここね、フレットというものを、バーン、これだったらバカでも弾けるだろうってことでね、アメリカ人がバカだってことをレオフェンダー知ってたんですね。で、こうフレットをつけて、で、ピックアップをつけて、ベースをコンパクトにしたわけですよ。で、モータウン時代ですね。彼らがベースを弾けるようになった。素晴らしい。レオフェンダー、あんまり好きじゃないですけど、偉大な発明家だと思います。というわけで今日の話は帽子が好きで何が悪いでした。はい。レッスンの時ね、帽子をかぶってないので、帽子を脱ぐとこんな頭なんだと思われるかもしれないですけど、毎日、こういうね、シックボディ用カミソリでですね、頭を剃っております。はい。スキンヘッドです。ちなみに好きなベーシストは、レッドホットチリペッパーズのフリーです。はい。それではスタジオリバーサイドから大人クラブお送りいたしました。それでは See you next time です。皆さんおやすみなさい。